疲れ様でした。お疲れ様です。やってたらちょっとマジになっちゃったよね。なんか初めは沼田くんがハウトゥー教えている合間を使って帰り道にちょっくら滑ってみたいな、茂田がニカニカしてビデオをこっち回してるからよしじゃあやるかみたいな、初めは多分そういう感じで撮影してたら映像が1日で結構撮れたから、あじゃあこれせっかくなら何か使ったらいいんじゃんみたいな感じでやってたものが徐々に楽しくなっちゃった。やっぱ自分はずっとフリースタイルやってて、撮影することもないしスポットに行ってそこをこう滑るみたいな滑り方をしてこなかったんで、もうなんかそれがまず新鮮でした。街のものを使ってどうやって遊ぶかっていう、自分がずっとやってきたストリートスケートをペニーでやるとどうなるかっていうのをなんか自分なりに実験したかっただけだから、だからそれこそハードウィールでできないスポットたくさんあったし、タイルがガッタガタの R とかさ、もうハードウィールって前にも進まないんだ、あと R が小さすぎて普通の板だったらもう無理なんだけど、ペニー細いからそれで進んでいけるから、スポットの呪縛はペニーで壊せたのはすごい良かったよね。ペニーってみんな特にストリートやってる人とかからするとスケボーじゃないみたいな感覚で捉えてる人とかもいると思うし、でも乗ってみたらすごい面白いものだし、ペニーぐらいホイールベースが狭くてハンガーが狭いセッティングのスケートボードってあんまりないと思うんで、それを使ってどう遊ぶのかみたいなテーマというか、それはすごい面白いんじゃないかなと思います。場所取らないって感じじゃない、スポットが小さくても結構やり込めるっていうか、小さい場所で収まるっていうのが22インチぐらいのボードだといいんじゃない。最初特にパワースライドが難しかったですね。体重乗せるポイントというかそういうのが分かるまでは全然できなくて、パワースライドってトラックとトラックの上に足を置くのが多分一番やりやすいスタンスだから、ペニーの22インチってボード自体が小さいから、普通のスタンス乗った時点でもうトラックの上とトラックの上に乗れるスタンスになってる、だからその動きさえ分かってしまえばそんな難しくはないんじゃないかな。グリップテープはもう自分は多分ないと乗れないぐらいで、パワースライドはまあ当たり前にグリップテープないとできないんですけど、プッシュも本気でプッシュするってなったらグリップがないとその足の下で滑っちゃったりするんで、グリップテープなしでなんて同じことやれって言われても絶対無理だよね。普通にダウンヒルだってスピードが出ちゃえば板が震えてくるじゃん、そうすればグリップテープ貼ってないから足は滑っちゃうじゃん、その恐怖の中でパワースライドとかできないよね。でテールピボットとかも例えばバンクの上でリンツーテールみたいなのやってるんだけど、あれとかはやっぱりテールピボットついてなかったらあの技自体ちょっとずるいで、しかもグリップテープがないんだったらもう絶対ずり落ちちゃうし絶対成立しない技っていうか。純正、うん、ウィールベアリング全部パーツ自体は全部ペニーの純正品、全然可能だと思う。キャンピングに関しては極端にブッシュをガチガチに固めなければ大抵の人はできるんじゃないかなと思う。あんまり固めすぎちゃうとやっぱトラックが切れなくなっちゃうんでちょっとやりづらいんじゃないかなとは思いますけど。バカにされんの？ペニーでランプやってバカにされたってこと？ペニーでランプやってたらすごいと思いますけど ね。よくペニーで入るなって思いますけど自分だったら。スケボーの形が違うことであいつスケーターじゃねえとかっていうのは俺ある種人種差別と一緒だと思ってるのね。だから例えばロングボードを持ってるやつとか見ていやあれはスケボーじゃねえよとかっていうのは俺の中で絶対にないことなの。もうスケートボードだったら俺はもうキックボードもスケートボードだと思ってるから、極端なこと言っちゃうとインラインも別に俺スケートボードと一緒だと思ってんの、別に変わんねえじゃん遊びだし。とにかく人種差別とか一番嫌いなことなんだ。その同じ喜びや遊びを目的、楽しいという目的を持ったことをやろうとしているのに何かを迫害したりとかっていうするのはその俺が思ってるスケートボードスピリットに反してる。だからペニーも俺の中では俺が大切にしてるスケートボードと何ら変わんないし一緒のもの。モンゴプッシュに限らずダサいダサくないっていうのはその人の好き嫌いだと思ってて、全然そういうのは絶対的な価値観じゃないと思うんで、
まあいいんじゃん、言わしたやつに言わしとけば、別にそんなのに影響受ける必要はないでしょ。だって外野あんまり気にしない方がいいよ、自分の人生。一番最初に撮影した日にたまたまあの服装をしてたから、それが撮影日が変わったからって洋服がチラチラ変わっちゃうと、沼田君と俺の違いが分かればいいだけの話だから、分かりやすく。スケボーに乗って撮ってる、しげたがスケボーに乗って撮ってくれてる。そのままスケボーに乗って並走しながらとか、まあ、後ろから追いかけられたりとか、しげたさんの方が先行してその後ろを自分がついていくみたいな形で撮ったりとか。森田さん滑ってる時とかは楽しそうというか、スケボーほんとすげえ好きなんだなっていう、あとちょっと単純にめちゃくちゃだなみたいな自分が一人で滑って、でそれを重田さんと森田さんに撮ってもらってる時とかの森田さんはもうちょっとシリアスというか、自分はすごいめちゃくちゃ緊張しましたね。まあ、一緒に滑ってる時も緊張はするんですけど、なんかまた別のプレッシャーを感じるというか。いや、うまかった、うまかった、びっくりした。もともとフリースタイラーじゃん。ダウンヒルとかで電信柱の間通ったりとかさ、ちゃんとついてきたから、練習もしないで。例えばダウンヒルとかもう突発的に森田さんがここ滑れるからやろうっていう感じで始まったりとか、なんか自分がこう考えて用意してた動きをやるっていうことよりも、いきなりじゃあここでやろうみたいなものの方が大半でした。自分もずっとカメラ撮ってきた、ビデオフィルマーやってて、でフィルムってその撮ってる人の驚きが出るのね。だからその時に技術も出るっていうか、その驚きを撮りたいから、その新鮮さのものを撮りたいから、だからビデオとかで同じルーティンを何回もやるっていうのは俺はしなくて、もう全部なるべく変えたいっていうか、フィルマーに同じ動きすると思ったらお前大違いだぞ、お前に俺の動きなんか撮らせねえっていう気持ちで撮影しないと驚きのある映像にちゃんとなんないから、フィルマーとスケーターのバカし合いをちゃんとする。まあでも一応沼田君ほらわけわかんない動き2人でするとわけわかんなくなっちゃうから、まあ一応沼田君には俺こういう感じで動きたいから沼田君前先行ってよとか。でも最低限だよね、なんかあんまり決めたらリアルじゃなくなっちゃうっていうか、新鮮さが損なわれないようにフィルマーがまず驚いてくれるっていうことを前提に撮影してるっていうか、あじゃあついてきてみたいなっていうのが基本的な俺の撮影の仕方かな。いや、やりにくいのも八王子のランプかな、あのスネークラン、ああいうもう本当に R のコンクリートパークみたいな、本当にハードウィールでも全く滑ったことなくて、フェニーであの日初めて滑ったって感じでした。スケールがでっかくなるとやっぱりボードの小ささっていうのが目立つから、 YouTube の質問のところにもあったけど、やっぱりホイールベースがちっちゃくなってスケボーの板が短くなっちゃうと、簡単には軽自動車に V8 エンジン搭載したチョロ Q みたいな乗り物になるって思った方がいいから、うん、やっぱペニーでやるカービングはやっぱり怖えなみたいな、めっちゃ怖えと思ったね。結構怖かったな、スピードがなんか普通の板でやってんのと全然違うから、うん、難しくて、あれ結局あそこは自分は2回取りに行ったんですけど、まあ、1回目も一応1本は滑り降りられて、2回目も1本だけ滑り降りられたんですけど、まあでもペニーの動画の中ではあれが自分的には難しかったというか。フリップを3回やったんじゃない初めは確かあれでしょ、沼田君にバックサイドのパワースライドやって、俺がオーリーするっていうダブルス、それでギャグでフリップやったらいいんじゃねえみたいになって、フリップやったら案外回ったから、あこれいけると思ってやり始めたら運の尽きだよね。もうね3日目ねちょっともう疲れてて、もうなんか着いた時点であこれダメだなっていうちょっと思ってたね、まあ、あれも俺のわがままだよね、別にやんなくてもよかったもん。でもまあギャグだよ、ギャグ500発ぐらいやったんじゃねえのっていう気持ち的には、ね、でもなんか茂田とかもなんか笑いながら撮ってくから、まあなんかこう応援してくれてんなっていうのも感じながら、それに乗せられて、それもありつつ自分もやりたいと思って、そんな
できねえよ。久しぶりだよスケボーのビデオでその1個の技にアホみたいに執着したっていう。でももうさすがに途中でシゲタやってみって言ったらシゲタいきなりフリップもうフラップでいきなりできてる感じだったのつうかもう全然これ俺よりシゲタやった方が早いじゃんみたいになってて、でもう最悪シゲタの連なんで、俺がもしダメだったらシゲタにもう影武者やらせようと思って、でシゲタだったら身長も体つきも結構似てるし、あいつもレギュラーだし、お前やってんのいいかよまあ、だからどっちにしてもギャグだよ。でも面白かったよ、そのなんていうの、こう上手くなってんのも分かったしね、なんか自分でだん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 自由自在にこのスケボーコントロールできてるっていう自覚もあったから、なんか撮影のそうフリップやるまではねフリップで全部台無しにされたかな